別にそんな、俺はただただえさっきと別人なんだもん。あ、いやだから何ケーキ買いに来ただけですそんな笑う？ごめんごめん。 OK、 じゃあお店の方回ってて。はい。まさやくん、ありがとう。これからも守ってね。うん。いろいろ聞いたんだけどよ、ほらあいつの親父団地にいた頃空き巣の常習犯で逮捕されたろ。んで母親と元秋は団地に居づらくなって出て行ったんだ。その空き巣をやってた親父もその後事故で死んで、おふくろさんも先月死んだんだってよ。ってことは元秋は天涯孤独の身になったってことか。そしてこの町に戻ってきたか。おお、よし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 。よかった。動揺動揺じゃねえよ。なんでなくすかな。いいから集中して。ちょっとこんなんで開けるたら俺やばいだろ。バギョルシャンだ方がいいって。何バカなこと言ってんのよ。そんなんで人に来てもらったら数千円かかんのよ。もったい